なんか大嫌い。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パタヒロです。ということで今回は2023の秋アニメを振り返ろうということで、ガチオタのパンダが総評価させていただきました。星5のうちいくつかっていう感じで評価をさせていただいたので、ぜひねお楽しみいただければと思います。また秋アニメとか他のアニメでも構いません。おすすめなどありましたらコメント欄でぜひとも教えてくださいませ。ね、私めっちゃおしゃべりなんで、30分で終わるように頑張りますやばいよね。はい、まず最初に新しい上司はド天然、こちらはね星4つけさせていただきました。なんといってもね、本当に癒されるんですね、このアニメは。元からツイッターの X で見てたんですけど、漫画が掲載されてまして、そこから単行本化しましてアニメ化っていう感じで書き上がってたんですけども、内容を簡単に説明すると、パワハラの上司の下で働いていて、体と精神をやられてしまった主人公が、転職した先にいたのはゆるふわで天然な優しい上司でしたっていう感じで、日常のね会社での出来事だったり、いいプライベートだったりを描いてる作品なんですけども、とにかくもう豪華キャストの声優陣でイケボの集まりといっても過言ではないほどの、もう素晴らしき癒し系アニメですので、ぜひねイケボに癒されたいなんて方はね、こちらの作品見ることを強くお勧めします。で続きましてね、お嬢と番犬くん、こちらも良かったですね。これはね評価がね4になってます。もともと私多分ねお嬢様と執事っていうか、そういう関係性が好きなんだと思います、設定上で。少女漫画大好き、もう夢見る少女ですからね、色は認めないけど夢見る少女ですから、はい、もう楽しみでね、もうヤクザの組長の孫娘なんだよね主人公が。でその若頭とそのお嬢様の恋愛物語なんですけども、主人公が15歳かな確かで、若頭が26歳というまあまあ年が離れてるんですけども、もう組長の孫娘って言われるの嫌だから遠くの高校に進学するって言って離れたところに進学して、心配だからって言って若頭がね26歳なのに高校生のふりして忍び込むって裏口入学するみたいなお話なんですけど、もういいですね。もう2人の関係性が進化していく感じ、初々しさがたくさんありましてね、もう微笑ましいんです。もうパンダこういうの大好物だから、もうねもうパーって一気見しちゃいました。これはちょっと1週間ずつ待ってらんねえぞっていうことで、パッと見で、ね、バーって見ちゃいましたね。最高でございます。もう王道ラブコメ見たい人絶対見て、もう本当に面白いから。で年上の男の子タイプな方ぜひねおすすめでございます。なんといっても主人公が守られるだけじゃなくて、彼を守ろうとして自分でも行動するってところが、普通の守られてるだけの主人公じゃない少女漫画って珍しいなと思うので、結構好きなタイプでした、はい彼女も彼女シーズン2こちらも見ましてね、こちらに関しては 2.5 かなつけさせていただきました。おすすめしてもらった作品なんですねこれで。ちょうどこれを一気見終わったタイミングで、このミキが今やってるよってことで見始めたんですけども、ハレム系ですね簡単に言うと。で主人公クズなんですよ。でこれはね主人公が幼馴染と交際していて、そこに純粋無垢な少女が現れて、もともと付き合ってる幼馴染に許可を得て二股をするっていう。で男の子どんどんモテ始めるんですけども、二股までしか自分はしないっていう決意のもとやってるんですけども、二股してる時点でクズですからねそんなケチョンケチョンに言うなよって感じだと思うんですけど、まあそんな感じでハーレムなお話でございます。あとキャストはアユネルとか脇安美さん、竹達さん、リエリー、古賀さんだったりと、まあまあ豪華なキャストですので、美少女系が大好きだよ、女の子のハーレム系大好きっていう感じの方はぜひね見て損ないかなと思います。はい、次は君のことが大好きな100人の彼女って作品なんですけども、こちらもね今紹介した彼女も彼女と同様のクズアニメでございます。主人公はクズなんですね。で彼女は彼女の方は二股までと決めている決意を固めてた男の子だったんですけども、こちらの男の子は
あのね、中学生で100人に告白して失恋するというね経験をして、その失恋をかわいそうと思ったかなんかわかんないですけど、神様に高校でこそモテたいというか恋愛がしたいってお願いをしたところ、なんかね、あの運命の人に100人出会うよっていうパワーをもらって、出会う人みんなが主人公に惚れるっていう連鎖反応が起きまして、どんどんね交際相手が増えていく。こちらは2人とかに絞らず、もう付き合えるだけ何股でもするという、でそれをねいちいちこう許可取るんですよ、一人一人に、っていうなんたるクズぶりなんだっていう感じのアニメなんですけど、まあギャグアニメとしてね、あの面白く見る分にはいいかなと思います。でこちらもハーレム系ですし、もちろん美少女なので、こちらはね、あの私が推しとしては長澤まりやさんっていう、もうロリ少女の鉄板といったらこの人でしょっていう、もう可愛らしい声の持ち主の方が出てらっしゃるので、結構気になって見てみたんですけど、いいですね。あの彼女も彼女もこちらもそうですけど、やっぱハーレム系っていうのは美少女がメインになりますから、絵が綺麗かどうかっていうのが重要なポイントなんですね。その点このアニメも彼女も彼女もどちらも絵が綺麗な作品だったので、すごくね見やすかったですし、よりねキュンキュン度も増して楽しく見ることができました。こちらも 2.5 かな。私あのハーレム系があんまり得意じゃないんだなってこの2つを見て思いましたね。はい、で今期ベストファンです、ナンバーワン薬屋の独り言、星4つけさせていただきました。これはね期待値高かったんです。もともとこの作品を漫画で読んでいまして、でかつ主人公の子は結城葵さんなんですよ。私結城葵さん大好きなんです。もうなんて言うんだろう、声優には2つのタイプがいると思っていて、あの1つは自分の声色は変わることなく声の高さと低さで主人公のキャラを使い分けるっていう声優の方と、全く違う声色で勝負していってキャラクターごとに声が全く違って聞こえるっていうタイプの声優さんと2ついると思うんですけども、結城葵さんは後者のタイプで、とってもねもうキャラクターごとに全く違うの、本当にすごいと思う。私はこういうタイプの声が好きでして、結城葵さんのこのスタイルが大好きなので、まあ、本人にリプをしてリプ編が返ってきたというぐらいも大大大好きな声優さんでございます。もうちょっと息が上がってしまったんですけども、主人公がお父さんがこの時代でいうなんて言うんだろう、お医者さんみたいな仕事をしていて、それに倣って主人公も薬学の知識がすごくある人なんだよね。である日花町に住んでるんだけど、あの昔の花魁とかがあるような町に住んでいて、そこで薬をねあの自分の腕で試して毒とか耐性を持つぐらい試しまくるっていう、なんか変なオタク気質な女の子なんだけど、その女の子がある日突然さらわれちゃって、それで売られちゃうんだよね。で売られた先が高級でしたと。でまあお偉いお姫様だったり男の人もごくわずかしかいないよみたいな、ほとんど世話を焼くのが女の人しかいないですみたいな世界で下働きをすることになりまして、である日事件が起こるんだよね。でなんかこれは絶対呪いだみたいな、その根拠のないような犯人で片付けようとしてるところに主人公がおやおやいやって思って、自分の薬学の知識とかをフル回転させてこうなんじゃないかっていう真相を暴くんだけど、それをね上官の人士様っていうねイケメンの呼吸でキャー人士様よキャーキャーみたいな言われる人に目をつけられて、でなんやかんやありまして、あのお姫様のご飯の毒味役を命じられるっていうお話でございます。で毒味役っていうのは下働きのところから出世して昇進した感じになるんですね。でそこで人士様とお近づきになりまして、どんどん2人の仲が縮まってくよなんていうお話でございます。あの普通にミステリー要素が強めですし、1話でちゃんと解決してくれるところもありまして、結構私は好きな作品なんですけども、いやーにしてもね、あの結城葵さんですからたまらねえたまらねえたまらねえということでね、もう何回も同じシーンを見返してですね、ぜひねあのミステリー系でかつラブコメも入ってるし両方入ってるのが好きっていう方はぜひね見ていただければと思います。で大塚さんだったり、推しの子のアクア役演じてくれた方だったり、アーネ役やってる種崎さんだったり石川さんとか声優陣も豪華なので見て損ない作品かなと思いますね。結構マジで面白いですよこれは、本当に私おすすめ作品。
続きましてシャングリラフロンティアっていうね、クソゲーマニアの主人公がクソゲーと対局の位置にある神ゲーシャングリラフロンティアをプレイしてといったストーリーになってます。とまずねクソゲーマニアっていうところの着眼点がめっちゃ面白いなと思って見始めたら思いのほか面白くてスイスイスイって見ちゃったんですけど、現実との世界も描かれてますし、ゲームの中での世界サマーメンではあるんですけども、普通に見やすく絵も綺麗で良かったなって思いますので、ぜひねその新しい冒険系を見てみたいとか変わったアニメを見てみたいとかっていう方はね、ぜひおすすめなのかなって思います。で、進撃の巨人ザファイナルシーズン完結編後編ということで、10年にもわたる歳月の中やっとね有名作品の一つである進撃の巨人が完結をしましたと。いやーにしても長かったよね10年。ミカサに感情移入しすぎちゃって、もう最後涙とおえつが止まらなくて、もう本当になんか彼女の気持ちを考えたら、もう愛する人をね謝めなきゃいけないというその状況がもう泣けてくるし、いやもう全ての歴史を振り返って改めてね、もうみんなの決意だったり思いとか考えると涙が止まらなくて、本当にすごい年月をかけてきた作品だからこそ、最後のねあそこのセリフもさ、あの先生がさわざとこう漫画と違った漫画をより分かりやすくするための解釈のものに変えたりしてさ、そこのこだわりだったり、あの100カメっていうねあの番組でも最後のアフレコの様子をね取り上げてくれたりして、そこも見てから見るとよりね泣けるかと思うんですけど、もうこんなに素敵な作品に出会えたことに感謝しかないし、私がねあのパンダが死ぬ前に完結して終われたっていうのがすごくね嬉しいことなんですよね。もう本当に嬉しさの極みって感じです。でぜひねこの神作を見てほしいなと思います。 4.5 をつけさせていただきました。でスパイファミリーの2期が来ましたよって、これはね私結構低め、あそうでもないか 3.5 にしたのは、ヨルさんのバトルシーンが私大好きでして、いや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 無理無理無理、さすがにうますぎるって原作もちゃんと読んでるからこそのヨルさんの戦闘シーンってやっぱ迫力満点だし、あの船の今回乗るじゃない、映画も入っていくと思うんですけど、そこのシーンがすごく好きでだったので、もうこれが見れることで 3.5 ですね。ただあの作者が今さあの子供に人気が出ちゃったから、そっち方面にあの作品のストーリー展開をシフトしようとしてて悩んでるらしいんですね。でもともとこのスパイファミリーっていうのがみんなに受けるために書いた作品らしくて、なんかそういう感じで書いてるって作者さんが言ってたのを耳にしたので、ちょっとねシフトしないでって、ちょっとどうなるんだろうって感じで、はい。早々のフリーレン、こちらは 3.5 つけさせていただきました。なんといってもね、金曜ロードショーで皆さんあのアニメに何て言うんだろう、免疫がない方でも見れるような場所で公開されたっていうところで、結構話題性があった作品かなと思うんですね。パンダ自身なんか最初の方はなんでこれこんなに人気というか話題になったのかっていう感じだったんですけども、まあだんだんねあの話数重ねていくにつれて面白くなってきて、おおいいやんいいやんっていう感じで、魔法系大好きなんでね私、だいぶハマった感じで良かったなって思いますね。まあ今後2期もね出るそうなので、そこの本も期待ですけども、思ってたより最初見た印象とまた違ってすごく面白い作品でした。続きまして盾の勇者の成り上がり3期ですね。いや面白い、あのね一回もだれてないと思う正直私的にね。結構続編が続くアニメってどこかでだれるんですね、はちょっと見てらんないなとか。ただ盾の勇者ずっと面白いっすね。私にハマってたのかなって思うんですけど、まあ今回としては最大の敵を倒した後に勇者がそれぞれ盾の勇者含め4人いるんですけど、その3人残りの3人がねあの散らばってしまって、その勇者たちを集めて新たな敵、最強の敵と戦うための準備をしていくよなんていうお話なんですけども、普段盾っていうのは守るべきものであって決して戦いに使うものでは
なんていうの、攻めに用いるものではないかなっていう感じだと思うんですけど、あえてそれをね攻めからの攻撃にするという新たな戦いバトル系アニメって言ったらいいのかな、結構面白い展開でした。私個人的にはねなかなかない設定かなと思いますので、あの3期まで来てますし大人気の作品なんですね。なのでぜひね、あの冒険系でかつバトル系で見るものがなくて困ってるよなんていう方ぜひ見てほしいですね。うん、デッドマウントディスプレイの2期です。こちらも良かったです。ああ、3.5 つけさせていただきました。面白かったです。何より私イノリン大好きなので、え、水瀬無理見るしかないっしょって感じで見たんですけども、アンテナ面白さ、あの転生系なんですけど、転生系の中でも一気は違った味というか、なんだろう、死霊を操る、あの死んだ幽霊を操って攻撃を攻めていくっていうタイプの主人公で、で死んだ人の言ってることとかが分かるっていう能力を持ってる主人公なんですけども、自分の平穏な生活を守るために敵と戦うっていう感じで、バトル系が好きな人にはおすすめな作品でございます。ドクターストーン、これ 3.5 つけさせていただきました。科学王国対石化王国か。で今回ね2クールに入ったということで、石化の元となるものを持っている最大の敵と対峙し、科学の力で戦い抜いていくというストーリーになっております。すごくね、面白いですし、何より私あの文系なのであれなんですけども、理系の方には刺さるかなって特に思っていて、面白いんですよ文系の方が見ても、理系の人が見たらより楽しめる作品かなって思います。本当にあの実際に作中で作ってるやり方でやれば、例えばコーラとか作ったりすることができるので、すごくね楽しい作品だなって見てて飽きないですね。うん、で続きまして、7つの滞在の続編ですね、黙示録の4騎士、こちら3付けさせていただきました。まあ、正直7つの滞在大好き人間としては物足りないかなっていうのが正直な感想です。ただすごく面白いし、続編なだけあってね、すごく話はストーリーはすごく面白く作られているので、滞在好きな人は見てもいいのかなって思ったりしました。はい、破滅の王国ということで、こちらは星3、魔女と人間が共存して生きていた時代がありまして、魔女は人間に優しくしなさいっていう教えのもと生活してたんですけども、人間の産業革命みたいなのが発展してしまって、魔法の力、魔女たちの魔法の力よりもそれをはるかに上回る力を得てしまったんですね。そこで人間が魔女狩りを始めるわけですよ。で、ある主人公の師匠だった魔女がね、その魔女狩りによって殺されてしまうんですね。で、主人公がその自分の師匠を殺された恨みを元に復讐していくというストーリーなんですけども、その魔女狩りっていうね、キーワード、結構、作品とかドラマとかでよく使われると思うんですけど、そこにフォーカスを当てた作品ってなかなかないんじゃないかなと思って、新たな感じで私はすごく好きでした。バトル系魔法系が入ってるアニメになります。好きな方は好きかなと思うので、ぜひね見てみてください。でパラドックスライブザアニメーションということで、こちらヒップホップを題材にしたバトル系のアニメでございます。ヒプノシスマイクはラップなんですけど、こちらはヒップホップで戦うよという形でまたねちょっと違ったんですけど、私としては結構好きな作品でした。黒猫さんだって歌い手さんが出てるっていうのもポイント高いですし、花江さんとか竹内さんとか名だたるキャストのもとね構成されてるところなので、すごくね、やっぱ音楽が好きな人はハマるのかなって思いました。続きまして、引きこもり吸血姫のモンモン。これはね、もうとにかく可愛いね。女の子ばっかり出てくるし、水着会もあるし、萌え萌え萌えって感じなんですけど、お話としては、なんか、うとうと魔法が使えないよっていう女の子が主人公で、3年間あることがきっかけで引きこもり生活をするんだよね。で、見かねたお父さんが皇帝直々の命令を引き受けてきてみたいな、でそれが3ヶ月に1回来る敵の襲来を撃破してくれみたいな感じで、運動も魔法も使えない女の子困り果てるわけですよ。でも自分が強いって周りは信じ込んでるわけね。だからこうフッフッフ、私は強いのよフッフッフみたいな感じでしてて、もうそれが可愛すぎて、もう見えっ張りで頑張るんだけど、結果的にこの子めっちゃ強いのよ。なんだけどそれを本人が知らないっていう、なんかすごくね、ちょっと抜けてるとこもありつつ笑いとかあったりするので、純粋に女の子がいっぱい出てくるの好きとか、可愛い女の子が見たい、癒されたいなんて方はぜひね見てみてください。続きまして、ヒプノシスマイクディビジョンラップバトル
安定に面白いですね。あの名古屋とかいろんな面々がこう集結して問題を解決していくっていう感じなので、あのパンダ個人的にあの横浜推しなんですね。サマタケント様が大好きなんですけども、その中でもこう名古屋とかと あの過去編で、名古屋とそのサマトキ様の接点があったりとか、過去編を振り返ったりちょこっとしてたりしたので結構好きなタイプでありました。でやっとね、ヒプノシスマイクの謎にちょっと追求していくっていうストーリーになってますので、ここはねあのヒプマイ好きにはたまらない展開だと思いますので、ぜひね推してる方見てみてくださいという感じです。はい、お次はB プロジェクト熱烈ラブコールでございます。これはね星さんでした。良くも悪くもそのままの B プロジェクトって感じで、まあ見れて続編も見れたし嬉しかったんですけど、で新たにね YouTuber の人が入ってきたりとか変わり種は準備されてたんですけど、まあ変わらずだったので3かなっていう感じです。相変わらずのイケメンぶりですし、パンダ大好き北門くんはもう今回も大変大変生きておりました。リアルおじサンキューということで星さんでした。すごくね面白かったよ、内容としては。やっぱ歌いいしね、歌がねすごくね千代丸さん担当してるだけあって最高なんですよ。なのでアイドル好きな方はぜひ見てみてください放課後少年花子くん、これはねショートアニメだったので見やすかったので3って感じです。これ続編かなって思ったんだけど全然ね違くて、あのミニアニメみたいな感じだったね。すごく見やすかったです。ショートアニメでポンポコ言えたので、時間ある方ぜひ見てみてください。花子くんめっちゃイケメンだよ。で暴食のベルセルク、こちらは結構面白いですね。すぐお腹が空いてしまうという主人公が実は暴食のスキルを持っていて、敵を倒してその敵を食べるとそのスキルが手に入るという暴食のスキルを生かして戦い抜いていくってストーリーなんですけども、まあこれは星さんをつけさせていただきまして、バトル系が好きな人かつなんて言うんだろう、スキルとかこう育成していく感じが好きな人はハマるかなと思います。結構面白いですよ。続いては右とガリ、これはねなんかシュールミステリーっていう感じなのかな、新たなジャンルかなと思う。坂本ですがっていう作品有名だと思うんだけど、それを書いた作者さんの作品なんだよね。でお話が、孤児院にある老夫婦が来まして、一人の男の子をまあ養子にしたいっていうことで行くんだけども、双子が頭を使って一人になりすまして気に入られてその老夫婦に引き取られるのね。でその双子には秘密があって、お母さんを殺した犯人がいると、この町の中に、その老夫婦の住んでる町の中に。で絶対にその母さんを殺した犯人を見つけて復讐してやるんだっていう思いを胸に生きていくわけね。で2人で1人を演じるっていうのがまず面白くて、その入れ替わりだったりとかがもうマジで坂本ですがの動きなの。うわ作者さん同じだわ絶対って思うぐらいの動きなのね。っていう1話の強烈な部分がありまして、どん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 話数が展開していくにつれて真相に近づいていくものなんだけど、とにかく面白いねマジで。もうその双子でもやっぱこう気持ちが一緒になる部分とそれぞれが違う部分ってやっぱあるから、あ個性やっぱあるんだな、双子って一人一人違うよなっていう、ね、なんかもう新たな発見というか、すごく面白かったです。これはね今期ベスト5に入るんじゃないかなって思う。本当に面白かった、ぜひね見てみてください。シュール&ミステリー好きな方ぜひ。恵みの太鼓九国のオレンジでいいのかな読み方、これは面白かった。消防士のお話なんですけどリアルでしたね、すごく見応えあります。まず主人公がなんか人を助けることに命をかけすぎてる消防士なのね。救助するときに人が入れないからって言ってもう肩を脱臼して入り込めて、もうわけがわからない、もうでも人を救うことに対してはもう情熱が誰よりもある選手と、その主人公とバディを組む人がいるんだけど、もう2人とも頭がいいというか、なんかその場の緊急な事態において頭が回転が速くて、今あるもので救えるとしたらこの方法しかないっていうのを導き出せるような才能の持ち主なのね。だから見ててすごい、おーなるほどなーみたいな、うまいなーみたいな、こう驚かされるところが結構あるんだけれど、
パンダが特に好きなのはその訓練生時代の時に主人公は何でもこうできるし、忍耐力だったり努力の結晶がすごいのね。毎日欠かさず訓練するし、誰よりも熱心にこう消防士になりたいという思いでやっていて、正直そのバディ組んでるやつは最初主人公のことをちょっと嫌いと思ってたというか、なんであいつみたいな感じで思ってたのに、どんどん話数が進みついて彼の努力の姿を物語にした時に、あいつに負けないように俺も頑張るぞっていうので、その悔しさというか、なんて言うんだろうな、それをバネにして自分も向上心、向上していこうと努力する姿がとっても良くて、なんかもう男と男の友情じゃないけど、それを見て主人公も信頼して任せられるっていう感じで、俺のバディだろっていう感じでこうね、救助活動を2人で一生懸命やっていくわけよ。あ、もちろん隊長とかいるんだけども、新人ながらに彼らはもうすごい才能を発揮して第一線としてね、もう救助活動を行っていくわけですよ。もうそこがたまらなくいいわけね。もうなんかこうリアル、消防士のリアルってこういう感じなのかなって、こうやっぱ救えない命とかもあるし、救える命ももちろんたくさんあるしで、そういったね消防士たちのリアルをお届けしてるアニメですので、ぜひね男と男の友情が見たいとか、筋肉ムキムキマッチョッチョ見たいとか、まあそういう感じで見て面白いかわかんないんですけど、すごくいいアニメですので見てみてください。お次はゆずきさんちの4兄弟。これはね、あの交通事故で両親を亡くしてしまった男4兄弟のお話なんですけども、一番上のお兄ちゃんがもう大人で学校の先生として働いていて、他の3人はまだ学生でっていうお話で、周囲の助けも借りながら過ごしていく4兄弟のお話なんですけども、普通に家族のねアットホームな感じを描いてる作品ですので、あの日常系見たい方はおすすめなのかなって思いました。続きましてラグナクリムゾン、こちら面白かったですね。金剣を振るい竜を買って報酬をもらう狩人っていう職業があるんですけど、その狩人っていう職業の中でヘボヘボの少年ラグナっていう主人公がいて、彼はそのぶっちぎりの竜を討伐することに長けている少女レオニカっていう子とコンビを組んで日々竜の討伐してたんですね。でラグナっていう主人公の願いはただ一つで、強くなれなくてもいいからずっとレオのそばにいたいっていうのが願いだったんですけども、あるきっかけを境に儚く散り去ったその願い、どうしてっていうところで話の展開が進んでいくんですけども、意外とね思った以上にハマりましたね。バトル系大好きですよねパンダ。なんだろう、転生系が好きでかつバトル系も好きって方は見てもいいのかなって思いました。はい、続きまして、来ましたよラスト、呪術廻戦です。もうありがとう、もう本当に私涙がもう止まらなくって、原作をもともと読んでいて、今死滅回遊のとこまでパンダ読んだんですけど、まあ、死滅回遊編も無事決定しましたし、続編が決定したということでおめでたいお話なんですけども、もう渋谷事変でだいぶねもう心にぐさぐさぐさと、メンタル的に打撃を食らいまして、もうね生死が不明な人が何人も出てきて、もう涙が止まらなかったんですけども、やっぱマッパさんのね表現力というかバトルシーンの描き方はもう格別ですよね。もう迫力あるし引き込まれる。呪術廻戦がマッパさん制作でとっても良かったなっていうのと、それに伴う声優陣の演技力の素晴らしさよね。なんか豪華キャスト陣を使ってるだけあって迫力満点のアニメでした。もう本当に今季一番ハマりましたね。以上もきましては県2023の総評価でした。いかがだったでしょうか。かなりねガチで語ってしまったのでちょっとドン引きされないか心配ですけれども、ここまでご視聴くださった方本当にありがとうございます。アニメ好きな方とお話しできるような動画になっていればいいかなと思います。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。パンダにご興味持たれた方は TikTok、Twitter やってますので、ぜひこちらのチェックもよろしくお願いします。 TikTok では YouTube ショートに乗り切らなかった動画を上げたりとか、 Twitter は週1でミラティブの配信をしてるんですけど、基
本ゲリラなんですね。そのゲリラ配信を受け取る際のね、通知が届くようになってますので、チェックしていただければなと思います。今年もね、4月から本格的に動画を始め、12月になりまして、なんと現在で85人もの登録者を達成することができました。皆様のおかげです。本当に本当にありがとうございます。もう泣きながら嬉しくてね、何度も喜びをかみしめましたね。2024年はね、100人突破できるようにひとまず突っ走っていきたいと思ってます。ぜひね、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。まだ配信の回数だったり投稿の回数も増やせるように、ちょっと体調の方もね、万全に整えていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。では皆さん、来年の動画で会いましょう。良いお年を。